よかったやん、エル君、エル君のさっきの育ちが悪いでバレんで、これで、何がですか、これ育ちが悪い、エル君の育ちが悪いで、よかったよ、取り直して。もう本当に15分無駄になった。いやいや、今日は1時間遅くなるから1時間早く集合した、遅く集合したんでしょ。まあまあね。うん、ですね、いきます。今回台風19号今回ありまして、うん、でそのことでですね、なんか僕ちょっと友達から回ってきた情報なんですけど、大変ですからこういう準備してくださいねっていう、まあ結構ツイッターとか多分回ってると思うんですよね。でそれが書いてあるんで、ちょっとあの今後いろんな台風があると思うんで、台風なめんなよということで、僕ら被害なかったですけど、なんか取り直す前に一回言ってたけど、なんかタマンでもね、都心部でもどっか被害あったとか言ってるから、こんなにやばいことないんでっていう、ちょっと大げさにじゃなくて、ちょっと一応伝えておこうかなっていうことで、僕せっかく回ってきた情報なんで、これ共有できればなと思ったんですけど、いきますよ。はい。長期停電は確保してください。もちろん水道も、多分ガスも。で、まあ、風呂の水は満タンにしなさい。よく聞く。余分な水分の確保。で、停電断水中は洗濯も不可能。汚れ物は今のうちに洗濯を済ましておこう、で台風が来る1日2日前から冷蔵庫の設定をもっと低い温度にしておく。なんで？停電中冷蔵庫を開けなければ2日ぐらいは持ちます。温度の差がありすぎると食べ物傷んじゃう。いや、そういう意味じゃない、そういう意味じゃない、極力冷やしといて、そのまま閉じといて、極力開けなければおー、そういう意味じゃない、保てるんで。確かに確かに、そういう意味やな、フライングしたフライングしたまたフライングせフライングせよ。肉など腐りやすい食料は、常時保存しても数日は大丈夫、常温保存しても数日は大丈夫なのに、調理しておくと、あ、これ2日ぐらい前にやることですよって話もあるですね。よう聞きますよね。なるほどなるほど、火入れてくんや。だからあのローストビーフやったら賞味期限長いもんな、うん、聞くない話、生肉より。そういうことか。停電中必要になるので腐りにくいもの、酢や醤油は出しておくと。腐りにくいものね、腐りにくいもの、うん、そうかそうか、冷蔵庫パカパカ開けられへんから、うん、そんな必要、腐りにくいものはもう外出しとけと、うん、野外で使えるキャンプ用のバーベキュー器具 など、うん、また使用燃料などを備えておくマッチとかもです、うん、ね、ありましたね。確かに確かに確かに、今のところ僕全部ありますよね、うん、LP ガスを利用している場合は野外のガスタンクをしっかり固定して台風が近づいたら根元を締めると。あ、田舎の方だってありますよね、LP ガス外に置いてるっていう、設置してるっていう、タンクが飛ばされてガスが漏れたりするからね、懐中電灯とラジオ用の電池は十分に用意と、懐中電灯はラジオのみが丈夫だと確保してくださいと、ですね、携帯やコンピューターなどは充電をし、できれば予備の電池も備えておくと。バッテリーなんかなかなか備えないじゃないですか、パソコンの、懐中電灯はテーブルの上に置いて使えるようにランプ型のものが個数あると非常に便利。ランプもの、ランプものは、うん、調理しないで食べれる食品も、買い置きが少なければ多めに置いておくと。で、電気が復活した時の、災害リスクを少なくため、停電になったら真っ先にブレーカーを切る。そうなんや、そうなんや、それあんま知らないですね。知らん。でもブレーカーだけ上がってたら、あの火災になるんじゃない？あ、じゃあもういきなりブレーカー落としに行くってことですね。うん、電流が、あ、電気が復活した際に火災のリスクが高まるんですって。暴風で怖いのは飛来物ですってことで、野外に固定されていないものはすべて屋内に、野外で、ね、バルコニーに置いてる椅子とかは全部屋内に。あ、入れました、入れました。入れましたね。自転車入れましたよね。はい、水やりをホースも飛ぶと結構怖いと。そんなことですら。うん、植木とか飛来物が車を傷つける可能性がありますので、ね、その可能性を考えて駐車と、ガレージならドアはできる限り閉めると。なるほどね、でもね、これカッコ密閉しないように書いてるんですよ、はい、密閉すると多分ダメなんですよ、いや、密閉率が高すぎるとっていうことだと思うんですね。どうしました？大丈夫です。ということだと思うんですね。で、雨戸は必ず全部しっかりと閉めると、窓のガラスは普段のガラスで、窓を守る、雨戸がない場合はガムテープを貼っておくですね。これを見ましたね。見ましたね。店舗とか窓付近に置いてある、消息品はもう避けると、うん、割れて全部床に、まあ、あれやから床に下ろしておくと。
窓が割れたら、室内に飛来物がね、大怪我になると、うん、でコンピューターが濡れたら困るものになる窓から離すと、うん、もう割れる前提の話ですね、うん、で瓦などが飛んでくる可能性があると、バケツや古いタオルなど多めに用意しようと、うん、強力な台風で特に19年の足の速い台風は怖いものは、気圧の急低下、はー、うん、完全密封された空間は、うん、そうですね、気圧差が大きいと内から爆発する可能性があります、うん、家もガレージも車も密閉を避けてください、うん、大きいところだよ、気圧の変化ね、はい、これはよく言いますよね、うん、高級マンションなんかはここはないな、前のマンションあったんですかね、小窓がありますよね、今だいたいマンションってちっちゃい小窓が、あ、どこにでもありますよ、多分昔のはないでしょ。あ、最新のマンションってあるんか、高級じゃなくて。そうなんですか、密閉度が高すぎるからあるんですよ。みたいなやつですよね。常にここを開けててくださいってことです。そうそう、田舎のところはないでしょ。僕今住んだマンション全部ありましたけどね。密閉度が高いからですよ、今のマンション。あ、そうなんですね。多分そういうことだと思う。当たり前じゃないですね、じゃあ。あれは当たり前じゃない。あの、G とババの家は多分ないでしょ、あれ。一軒家、長いの一軒にあります。いや、違います。守りが長いにあります、あんなの。ないですけど。家のガレージも車は隠蔽絶対避けてくださいということで、家の換気窓は開けてくださいね。雨が入る構造ならその下にタオルを置いておくと、家中のドア、玄関以外で、ね、ベンジャー、お風呂場を含めて全部開放していくと。なるほどね。車の、まあ、今回みたいな台風の足が速い場合は気圧の変化がすごいっていう意味で、気圧の変化の話ですね、これ今。そんな早かったですか。今回はそうなんですって。足が速いんですって、すごい。特に19号のような足が速い台風では怖いのは気圧の急低下。だからピークがだって僕らもだって夜中の10時から12時の間でその一瞬だけでしょ。で終わったらもう静かでしょ。外出できるなんてぐらい静かだったじゃないですか。っていうことじゃないですか、足が速いって。車も換気扇もオープンになっているように設定する。ああ、車の換気もオープン。車ってあの、こう、エンドレスのマークと、外から入れますよっていうマークと。あれを押すと外気の蓋が開くんですよね。多分それのこと言ってると思うんですけど、そういう状態がいいと。家をガレージに、車をガレージに置いてる場合、運転席側の窓ガラス、一番割りやすい窓です。ほんの少し開けてる。運転手側の窓ガラス、一番割りやすいガラスなんですって。これ初めて知ったわ。急いで書いてある。以上です。自分は大丈夫だと絶対考えてください。自分は大丈夫だと絶対考えてくださいと。気を抜かないで本気で命を守るリスク管理をしてください。気象変動が加速しているため、これからはこういった台風が頻繁に襲ってくる可能性がありますと、今回何もなくてもまた次の台風の時に役立ちますと、うん、こういう、ね、長文がまだ前後で言えない長文があったんですけど、そういうのが来まして、はいはい、ちょっと共有させていただいて、僕はね言うとですよ、まあ、これはサバイバル用の災害パックを一つあるんですよね。以前動画にしたんです、イギリス部隊が持ってるみたいな。ああ、見たことあります。あれが約2人分で、水とか食料とか入ってて、基本的にはサバイバルのものが多いんですね。寝袋とかいろんなものが入ってて、ブーツとかガスマスクとかトランシーバーとか、もう一人も必要なもの全部プラス、なんかタニタかどっかで出してるアマゾンで買ったんですけど、約、2人分やったら約1ヶ月かな、一瞬逃したけど、の食料のこんな大きな段ボールのも家にあるんですよ、うん、あとはあの備蓄する、もう備蓄用の水、うん、賞味期限いっぱいまで持っとくみたいなところあるんで、結構僕は家は、今回だからそれこそコンビニとかで、ドン・キホーテさんもそうですけど、懐中電灯も電池も、食料も、昨日の夜、僕、夜コンビニ行ったんですよ。はい、夜中の12時ぐらい、はい。何もなかったんですよ。スイーツ買いに行こうって、2人で、2人で行ってかな。スイーツ買いに行こうって行ったんですけど、何もなかったんですよ、夜中。まだないの？いつ入ってくるんで、明日もわかんないですって言われた。スイーツ食いたいなってグミ買ってきたって感じですね、じゃあ。だからスイーツなかったから。大概。大概や。だからありありじゃあラオさんスイーツ食べない昨日おった女も大概や言うんだないや踏まれてないインプスイーツだよでだから僕はラオさん笑いのインフンだけどな俺絶対じゃあラオさんスイーツ買ってきてってなかったらグミ買ってくればいいですねそうしましょうそれやめときよそれ大概その買ってきてるんですその大概やめときよいやほんまになかったっていうのがあったんででもそういう時用に、まあ、僕ラーメンとか買えなかったですけど一応そういうのは置いてますしで僕大きなね、結構人気なんですけど、うんそもそもそういうものがあってもガスとか、ね、火たけなかった意味ないじゃないですか、うん、でガスコンロはもちろんその電気なかった意味ないじゃないですか、うん、発電機僕持ってましてめっちゃ大きなやつなんですけど発電機でそれが、便利なのがガスコンロで動くホンダの発電機なんですよこれ今日有名で見たテレビでもやってるんですよ CM で結構やってますそうです、ガスボンベを2本入れるんですけどガスボンベとガスも使えるしその電気発電機としても使えるし気になってた欲しいなと思ってたんですよ僕買いましたそれお高いんですか
じゃあ16万ぐらいですか。高っ。でも意外と、じゃあ見たことびっくりするんで、うん、発電力エグいっすよ。へー。確かに普通の発電機ってこんな安い3万4万ですけど、はい、その発電機はもうほんまにすごいんですよ。だから被災者が役立ちますもんね、ほんまに。そうです。だからそんだけ僕は用意します。あの必ず誰か来たら、あの対応できるようにっていう、そのやってますね、僕は。っていう感じ。まあ武器とかね、それはちょっとシャレで集めてますけど、災害用に集めてるんで、まあ、河川の近くの川とかってもうどうしようもないですもんね、でも。そうですね。ここまで、こういうのは対処できますけど。そう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 。で、だからそれはそれで、僕はここ、じゃあ河川目の前にあったとしたら、家にボートを置いておけばいいんじゃないですか。そういうことじゃないですか。まあまあまあ、そういう。屋根裏あったら屋根裏にボート置いておけばいいんじゃないですか。全然全然。常に膨らました状態でとか、例えばね。それは全然いけるの。あとはアルミのボートやったら、もう膨らますもクソもないですから。例えば屋根にもう置いとくと、玄関に置いとくと、立てかけるとくとか、いろいろ工夫はあると思うんですよ。だから僕もだって、こんなマンション住んでて、そういう災害パックを用意してるわけですから、1週間分、1ヶ月分とか。結構なスペース取ってますよね、あれ。場所。こんなもうめちゃくちゃでかい段ボールなんで。邪魔やなっていうやつですね。邪魔やな。ジャン君ぐらい邪魔や。ピーク時のジャン君ぐらい邪魔。ピーク時。そうそう。でもさ、ピーク時っていうのをやってますし、例えばそれならそれでなんかいろいろとロープとか、僕もありますけど。あとね、何やったっけね、言われたか、その、リアルな話で言うと、めっちゃ身近な話で言うと、こういう災害っていうかですね、台風が来てから、数日間はワンチャン銀行が使われへん可能性あるんですって、ATM、ね、現金を置いて持っとかんダメっていうのがありましたね。あ、なるほどなと思ったもん。確かに。明日、明後日現金使うときに現金なんかでやばいじゃないですか。カードでいいんじゃないですか。いや、そうやんけど。お前死ねえや。お前死ねえや。うーってなれ。持っていかれて。うーってなれ。持っていかれて。いや、そうなんですけど。カードでいいんですけど、要はそういうのも使える状況、現金っていろんなところで必要じゃないですか。うん、それ店が停電だったら無理ですもんね、現金しか。それ、はい、それを言いたかって俺は。お前を試したんだよ、今。そうや、だから現金じゃなかんじゃないですか。はい、それとかそういう時に必要なもの。だから文明社会でね、この、楽しているもの全部が止まるってことですから。ペイペイ使わないですもん。使われへんわ。うわ。うわ。そんな時に使われへんね、もう、うん。ペイペイなんか愚痴言ってへんかった、前。え？ペイペイの宇宙店員が誰だったっけ。ああ、止まってたんですね。一時運営が止まってた。だからその時だけですが。そう。その時だけですよ、ね。はい。だから会計の前に使おうと思ったら使えなかった。ちょっとするな、それで小銭持ってんかったか。ちょっとするな。台風19号どころじゃないな。ちょっとするよな、それは。それはちょっとしますよ。まあ、さあの、そういうことで、なんか本当にね、甘く見るなっていうような感じの、あれで、すごい大変です。備えあれば憂いなしで。でも皆さん、台風亡くなっている方もいらっしゃるじゃないですか。そう、でも50人以上ですよ、ね。その方も絶対台風が来るってことは分かってるんですよ。そうです、ね。でも亡くなってるんで、やっぱ人ごとじゃないっていうか、本当に。そうそうそう。いや、こんだけやっとっても俺もどこで何やるか分からんから。リックサック重たすぎて、滑ってこけて頭打つとか。まあ、それも考えられますよ、ね。考えられるよ、そんなぐらいのことですら。はい。ちょっと今ギャグやってんけど。笑えないですよ。そうそう、だからもうあるっすよ、ほんまに、うん、いや、だから、備えしとかないと、うん、そういうことですね。そう、そういうことですから。でラマさん、本当にすごいですよね。この家住んでて、そこまで準備するって。まあ、僕はそういうの、なんかいつかあるかなと思ってるんで、うん、基本的にガスマスクとか武器が多めですから、うん、そっちの意味でも、うん、なんか、正規末に僕なると思ってるんですよね、うん、子孫、マヤです。マヤ文明です。おじいちゃん、前運命。原始的です。正規末って、正規の末なだけで別に荒れてるとは限らないですか？言い方的にはな。はい。正規、その北斗の拳のイメージが強いから、正規末だから、ジーとかがなんか、ウェーってやってるイメージですから、別に正規末なんか何も来ますからね、北斗の拳が毎回破る服、誰が塗ってるんや、あれ。それ、やばっす。あれ、誰が塗ってるんや、あれ。おい、おい、あんなくちゃくちゃになってやな、毎回。ドラゴンボールですらナメック星行くときにはな、あのフリーザー戦う前にあの飛行機の中であったぞ、いっぱい僕替えが あるんやな、ちゃんとってなったけど、あれ結構好きっすね、うん、ほんまにあの時16だから100倍とかで上げていったら僕らもいけんちゃうかなって思いましたよね、子供ながらに。ああ、そういうことですね、うん、なんかもう確かに分かるよ。知らないですか？今え分かるよって言いました。全然ちゃうかと思う。いつもだったらブワーってこじ開けてるし、それわかん、そのシーンわかんないけど、わかるって言ったの、そう、何言ってるのかこいつだと思った。いや、絶対一番思ってるです。何言ってるのこいつだ。じゃあラオさん、ほんまに思ってそう。重力上げていったら、ほんまに今の重力申した時、やばなりそうとか。
いやでもそれ宇宙がそうじゃないですか、その逆ですけど。だから月とかっすよね。そうですね、宇宙行ってる人は毎日筋トレ、1日にね、12時間筋トレするのダメなんでしたっけ、宇宙って。戻ってきたのに立てないんですってね。もうだからそれやってても立てないですよ。あ、逆ですよね、だから言ってることは。100倍だったら、こっち戻ってきたらやばいんちゃうかって。やばいです。まあまあ、そんなことないでしょ、結局。慣れちゃうから、体が。あ、そうですよ。そこのマインドがないんですよ、僕。戻ってきたところに慣れちゃうじゃないですか。うん、ですぐ戻るんじゃないかなっていう。一瞬ぐらいだったらめっちゃいけそうですけどね、ほんまに。でも、トレーニングでやってますよね、だから。うん、その格闘技もそうですけど、1キロ持ってこうやって。あ、そう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 。そういうようなことですね。だから野球の、なんかちょっと重めの。もうええねもうええねもうええねお前もうええね勘弁してくれって。ほんまに、何分だった今。17分ですね、多分。17分だったか。切ろうか、じゃあ。え、いいんですか、これ何分なんですか、いつも。え、いや、特に決まってないです。決まってないです。20分っていう。ラオさんが喋りたいだけ。喋りたい分だけ喋らせてあげたいっていう。うん、いいチャンネルです。はい。でも全然僕はもう皆さんにこれ本当に台風19号甘く見るなっていうタイトル。じゃあこれ重要です。台風19号甘く見るなっていうタイトルでもうサムネ埋めちゃって。かしこまりました。うん。ヒカキンさんのサムネパクったって。あの赤と白のね。でもああいうの偽善じゃないっすからね、ほんまに。まあまあ、まあ、あのやれへん偽善、やる偽善の方がいいっすから。何人の人がほんま救われるかってことですよ。1円、1円でも募金するやつの方が、はい、俺はもうそれが偽善さって言ってるやつよりはまだマシ。ほんまそうっすよ。うん。ほんまそうっすですね。はい、足替えになってきたわ。